第62代横綱。本名は、青木康現在は年より、12代柴田山として柴田山部屋の師匠を務める。1962年に、北海道火星群目室町で牧畜と農業を営む、家の長男として生まれる。2歳の時に、 北海道東部の健康有料児として表彰を受けた。小学校から帰ってくると畑仕事を手伝い、小学校3年の時に畑の中でトラクターを動かし、刈り取った豆を脱穀機まで運んでいた。小学校4年の時に実家の牛と預かった近所の農家の牛に水をやり、サイロから餌を出して牛舎に運んでいた。小学校までは、 数学だけで数時間かかるほどだったが、毎日繰り返すことで自然に足腰が鍛えられ、勉強よりスポーツを好んだ。離能者が多かったことから生徒が著しく減少し、部活動としては活動できなかったが、野球、水泳、スキースケートで運動していたが、スキーでは6年生で産級を取得するほどの腕前だった。メムロ中学校では、 柔道部に所属し、目室町の学年別大会で優勝したほか、全都価地中大連大会、北北海道大会でも優勝するほどの強豪だった。北海道、都価地管内の柔道関係者の中では、一年後輩の、星と共に、名前が知られていた。体の大きさを見込まれただけで出場した、陸上競技大会では全く練習していなかった。 砲丸投げに出場させられたもののいきなり優勝してしまいぶっつけ本番で残したこの実績を買われて東海大学附属第四高等学校から勧誘されたほどである。数々の大会で優勝していた自身から入学に乗り気だったが夏に地元で行われた巡業を柔道部全員で見学に行った際に 恵まれた体格をした、青木少年を見つけた人物から成り行きで回しをつけられ、相撲を取らされた。かなりの力量を引退したばかりの若戸勝正雄に、見出され、連絡を受けた花籠部屋の解決から勧誘を受けたが、親族会議を開催した者の進学を決めていたために、逃げ回った。部屋見学だけでもと熱心に食い下がれたために4泊5日で、 部屋へ見学に行くと、東京見物をさせてもらっただけでなく、小遣いをもらい、さらに靴も買ってもらえた上に、解決自身が入門した時の経緯を聞かせてもらったために、気持ちが揺らぎ、翌年の入学願書締め切り日の前日に、解決から電話で、柔道じゃ食っていけないよと言われたことで決心が固まり、花籠部屋の関取、解決のうちで死として相撲界へ入門した。 入門当初は 185cm、83kg という体格であり、後に横綱となった自身とは似ても似つかぬ体型であった。大の国の名は、花籠や肩の現役時代の執古名と、故郷である十勝平野にちなんで命名された。1978年3月場所で初土俵を踏む。この場所7日目に、師匠の解決が、大関、 朝日国との対戦で4分26秒の大相撲で、水入りして3分25秒でも勝負がつかず、再水入り、両者に休憩時間を与えるために、当日の結びの一番を先に行った後、10分後、改めて取り直し。その取り直しの一番もまた3度目の水入りとなる、寸前の2分33秒で救い投げで勝ち、合計10分19秒にわたる。 大熱戦の一番を見た。この相撲は、打ち出しが18時25分に達し、NHK の相撲放送延長の新記録となっている。本人が10回するところによると、花籠部屋時代は、稽古も叱ることながら、ちゃんこ番や雑用、付き人など部屋の仕事に特に真剣だったといい、若い主としての仕事は、花籠部屋時代のうちにほぼ完璧にこなせるように、 なったと自らについて、胸を張って証言している。1981年に引退したばかりの師匠、解決が、分家独立した離れ駒部屋へ移籍すると部屋の、ホープとして、同格を表す。創設当初の離れ駒部屋は稽古相手すらいないほどの、小部屋であり、稽古を行うために、同じ朝佐ヶ谷にある一門の双子山部屋へ、毎日出かけていた。 当時の双子山部屋は、若野花や高野里のに横綱はじめ、若島津など、大勢の現役関取が所属していた上に、当時の各界の中でも一際厳しい双子山が、指導を行ってたので、恵まれた環境の中で真剣に稽古に打ち込むことが、できた。双子山部屋での出稽古は壮絶で、時間にして20分の距離である双子山部屋から、 離れ駒部屋の間を自転車に乗って帰る力が残っていなかったという。1982年3月場所で新重量に昇進。本人は1981年3月場所から6場所連続で勝ち越した時期について、今振り返ってみても、1年間負け越しなしで重量に上がったというのはすごかったなぁと思いますよ。花で鍛えられて、 さらに双子山部屋の先輩たちにもまれたことが知らないうちに私にとって大きな財産になっていたんですねと振り返っている。実際に双子山は大野区には俺のところで育ったようなものだ。と言っていたという。翌5月場所は幕下に逆戻りするの3場所の幕下暮らしを経て11月場所に最重量を果たす。だがこの場所で九州入りした。 直後の稽古で右足小指の甲を骨折する怪我を負い、痛みにより場所初日まで稽古ができなくなってしまった。それでも関取の地位を守りたいという思いで痛めた足をテーピングで固めて解禁し、この場所で11勝を挙げた。翌1983年3月場所で、くしくも後に第63代横綱となる朝日富士と共に新入幕を果たした。 新入幕の場所を8勝7敗と勝ち越した後、4場所目の1983年9月場所で、新小結びに昇進した。この場所は6勝9敗と負け越したために1場所で、明け渡したものの、東全島3枚目で迎えた同年、11月場所では、北の大道与代の富士高野里の三横綱を破る、大活躍を見せ、10勝5敗で、初の3勝を受賞。 この十一月場所と、翌年1八十四年一月場所では星が自身と、共に三章を受賞しているが、万年齢で言って、最年少の幕内力士二人が揃って三章を、受賞した例としてはそれぞれ史上三例目と四例目である。1八十四年一月場所では、親戚分けで迎えて九勝六敗と勝ち越し。同年、三月場所では、 大の国から大の国としこめを解明。同場所では三横綱、三大関を破って十勝五敗の成績を上げ、主勲賞、関東賞を獲得するが、会に対する取りこぼしの多さが課題として残った。大関取りの足がかりだった次の5月場所は4日目まで三勝一敗と順当だったが、5日目の北の海戦で敗れてから、調子を狂わせてしまい。 6勝9敗と負け越した。平幕に落ちた1984年7月場所は10勝5敗で、主勲賞を獲得するなど持ち直し、倉前国技館最後の場所となった同年、9月場所では、初日から校長で9日目に千代の藤光を、土俵際の救い投げで破って勝ち越した。幕内初優勝の期待を持たせたが、10日目の時点で、すでに負け越していた。 坂穂子の出足に苦敗を喫して2敗と交代。さらに、翌11日目、同年、9月場所で平幕優勝を果たした、多賀龍に、上手出し投げでも6も横転し3敗、13日目は、小西にも上手投げで屈して、結局10勝5敗に終わった。その後3場所を一桁勝ち星と不審の場所が続いたが、1985年、 5月場所は、前に出る攻撃相撲が増え復調し10勝5敗、東関分けで迎えた7月場所では終盤まで、優勝を争って12勝3敗の成績を挙げた。それまでの直前3場所の成績は9勝10勝12勝の合計31勝で、直近の大関昇進の事例と比べると、勝ち星数で劣ったが、 前年9月から6場所連続で、関脇の地位に定着していたことや横綱、大関戦で互角の成績を残したことが評価され、大関昇進が決定した。この関脇時代については、上位力士を苦しめて当たり前という感じで、とても楽しい時期だったと思いますと、本人が語っている。大関昇進披露宴では、引き出物に工事園を配り、 相撲協会関係者や相撲記者を驚かせた。引き出物は、押し入れの奥にしまうことが多いので、役に立つものにしたかったという師匠、離れ駒親方の考えだったという。また、地元選出代議士である、中川昭一の他に、東京大学新聞研究所長の竹内郁夫が、東京大学教授として、 初めて力士の講演会長を務めたことで注目を集めた。大関昇進後は12勝3敗11勝4敗と着実に星を残して昭和の大横綱千代の富士に次ぐ実力ナンバー2と目され横綱候補の筆頭だった。1986年1月場所では13日目までいっぱいで星一つの差をつける千代の富士との14日目の 直接対戦に幕内初優勝をかけたが、極度の緊張から力を全く出し切れずに敗れ、先週楽も北尾の引きに敗れて12勝3敗に終わり、優勝決定戦すら出場できなかった。翌3月場所に初めての横綱挑戦権が与えられたものの、序盤で2敗を喫したことで9勝6敗に終わりチャンスを逃した。同年五月場所では、 坂鉾に寄り切られた際に右足を骨折する重傷を負った。それでも休まず11勝4敗の成績を挙げたが、この無理が影響して約1年間低迷する。同年、9月場所は7勝1敗で迎えた9日目から失速して8勝7敗。次の11月場所は10勝5敗だったものの、 翌1987年1月場所から2場所、連続で9勝6敗と期待を裏切り続けた。それまで新勢力の一番手とみなされてきたが、この過程で優勝では、第61代横綱、北東海に、横綱昇進では総歯黒に、共に、大野区により1年年年下の、花の三八組に、それぞれ先を越されてしまった。 同年、十一月場所は千代の富士を土俵際の投げで破った、際に失神させたり、初優勝を目指す総派黒に土をつけたり、1987年、三月場所で優勝を決めた北東海を破るなど、存在感は見せつけたが、帰り騎士への取りこぼしは相変わらず多かった。しかし、1987年五月場所は、 初日から見違えるような安定した相撲で連勝を続けて、千秋楽で当時横綱昇進がかかっていた北東海を下して15戦全勝で初の幕内最高優勝を果たした。横綱昇進がかかった同年7月場所は千秋楽では全場所とは逆にこの場所で横綱に昇進した北東海に敗戦を喫し12勝3敗で、 チャンスを逸したものの横綱挑戦権は継続され、次の9月場所は13勝2敗と順調に星を重ねて、場所後に第62代横綱への昇進を果たした。杉並区阿佐ヶ谷南の離れ駒部屋で行われた横綱昇進伝達式では、初一年を忘れず、相撲道に精進しますと向上を述べた。1987年10月1日、 二所の席一門の親方が揃う中、離れ駒部屋で綱打ち式が行われた。横綱土俵入りの指導は、佐渡が、学が当初行っていたが、途中から一門の総帥である双子山が、土俵に上がり、じきじきに、土俵入りを指導、うっと思考を踏んで、だっと腰を下ろしたら、拍手が来るから、そしたら、ぐぐっとすり上がれ。すぐすり上がったらダメ。 拍手を待つくらいの余裕を持たなきゃ。好きにやればいい。横綱がやれば、横綱土俵入りなんだ。と助言を受けた。昇進直前の2場所は全て優勝時点だったが、直前3場所通算の成績は40勝で、近年では高野花に次ぐ高い数字であった。ただし、1987年、11月場所後に総羽黒が、師匠、 タ波親方らとの衝突の末廃業事件を起こしたきっかけに、その後、横綱昇進の条件は、大関の地位で2場所連続優勝に事実上変更される。それ以降、第63代、朝日富士から第70代、春間富士の八力士はすべて、大関2場所連覇での横綱昇進だったが、2014年、5月場所新横綱の第71代、 各竜は14勝14勝と27年ぶりに大野国以来連覇なしでの横綱昇進となっている。横綱昇進を祝うパーティーの席上で当時の春日の理事長からは今後の相撲界の歴史を大きく変える力士の一人だ。覚醒と呼ばれた明治時代の名横綱、日立山を目指せと期待されていた。しかし、新横綱の1八十七年十一月場所は 極度の緊張からか動きが悪く、序盤で3連敗を喫した。中盤は立ち直ったかに見えたが、終盤も黒星を重ね、最後はギリギリ勝ち越しの発勝7敗に終わる。実は、大野国本人は、横綱昇進当初から、体の異変を感じており、睡眠時無呼吸症候群の症状により、睡眠が安定しないことで、立ち合いの集中力が発揮できなかったという。 1988年1月場所に際しては、全場所中の太りすぎの反省から食事を減らして減量したものの、これが裏目に出て力が入らなくなった。米をやめて、人参やこんにゃくで腹を満たすようにしたが帰ってむくみがたまり筋肉が落ちて体が緩んだことでマスコミから稽古不足と批判される状態となった。 この1月場所は9日目を終わって5勝4敗となり、肝機能障害によって10日目から途中休場し、引退危機と騒がれた。体調不良の原因として、プレッシャーや糖尿病を疑ったが、血液検査の結果は異常なしであり、体調不良の正体がわからぬまま疲れをして土俵に上がり続けることにした。 早くも身体をかけることとなった横綱3場所目の1988年3月場所は序盤で2連敗したが連勝を続け14日目で12勝2敗先週落結びの一番では前日まで13勝1敗だった北東海を本割で寄り倒し大野国と北東海が13勝2敗の同点となった優勝決定戦では北東海に押し込まれながらも 土俵際の突き落としで下し、大逆転勝利で5場所ぶり2度目の幕内、最高優勝、横綱初優勝を果たした。しかしその後1988年5月場所以降から、引退するまで、主に九十平らの活躍に押されて、自信何度も、終盤がまで、優勝争いに加わるも、幕内優勝は二度と果たせなかった。当時優勝決定戦での勝敗は、 翌場所の番付に反映されなかったため、1988年、5月場所の番付は、東西横綱に優勝同点の北東海、西西横綱に優勝の大野国だった。その後も大野国は、当時の横綱陣で最高成績を上げられず、東西横綱を一回も経験することが、できなかった。横綱としての最大の見せ場は1988年、 11月場所の千秋楽、結果的に、昭和時代最後となった結びの大一番で、同場所14日目まで53連勝中だった、千代の富士を、都党の寄り倒しで54連勝目を阻止、歴史的な場面を演出したことである。その千秋楽前日の夜、部屋での食事中、離れ駒親方からは、どうせ今のお前じゃ何をやっても勝てないんだから、 ヒヤッとさせる場面ぐらいは作ってこいよ、などと、揶揄されるも、逆に大野国は、連勝記録は、俺が絶対に止めてやる。と投しに火がついたという。先週落当日の早朝、大野国は、普段より2時間早く稽古場に姿を現して、徹底的に対策を行っていた。この取り組みでは、大野国が、立ち合い鋭く踏み込み、千代の富士の回しを取り、千代の富士に、 左上手を与えない体勢で一気に寄り立て、焦った千代の富士が、右下手投げを打ったところを、左から押しつぶすように寄り倒した。後日、千代の富士はこの話を聞いて、全然知らなかった。俺はその頃明日は楽勝だと2.3件、飲み歩いていた。あの時俺の特番の撮影のために、マスコミもいたんだ。どうして教えてくれなかったのか 裏無礼と苦笑いしながら語っていた。大野国はこの主君を特に大仕事とも思っておらず、同じ横綱として、塩の富士の連勝記録を伸ばしてしまった責任を取った、までであるという趣旨の弁明をしている。その気持ちの表れとして、連勝ストップを決めた当時、俺だって横綱だと記者に対して発言していた。後に離れ駒親方が、先週楽で、大野国が、 千代の富士の連勝を止められなければ、翌年発初場所戦集落で、横綱、双葉山の69連勝に並ぶと計算していたことを知り、師匠のその思いを知ったら震えて負けていたかもしれない。師匠は、先の先を読んでいたんですと、歴史的一番の裏にあった、指定愛を明かした。平成時代の1989年5月場所は、北東海。 朝日藤らと三人で最後まで優勝争いを演じていた。十二勝二敗で迎えた同場所戦集落結びの一番で北東海との取り組みでは肩透かしで大野国が破れるも、その寸前に大野国の突き落としで北東海の右手が土俵の上を吐いたのではと見られる場面があった。ところが立行寺と勝負審判五人ともに、 この場面を誰も気づいておらず、さらに物言いもつかなかったため、不幸にも大野国が敗戦となった。もしこの一番が、大野国の勝利ならば、朝日富士との13勝2敗同士の優勝決定戦に進出するはずだった。1989年7月場所では、場所前から痛めていた右膝が悪化、1勝4敗で5日目から、途中休場。 日本大医学部付属板橋病院に入院、右膝の治療と同時に全身の問診を受けた結果、医師から初めて睡眠時無呼吸症候群という診断を受け、横綱昇進時から現れていた体調不良の真相を知った。睡眠時に1時間あたり60回呼吸が止まるほどの重病であり、心不全による突然死も時間の問題であり、 診断の直後に治療用の呼吸器を使用開始した。入院過量の後病気の症状は回復して退院するも完治せず、横綱として2年近くも低迷することとなる。同年、9月場所も不調で4日目で1勝3敗、その後一旦は持ち直して11日目で7勝4敗としたが、そこから連敗をきし14日目の千代の富士戦で7勝7敗。 勝ち越しをかけた、先週落結びの一番の北東海戦でも敗北した、ことで、ついに7勝8敗と負け越した。横綱が解禁しての負け越しは、史上5人目、しかも15日制が定着してからは、初めての不名誉な記録だった。一旦は、引退届を提出するも、当時の双子山理事長からは、まだ若いんだから初心に帰った気持ちでもう一度、やり直せ。 お名を残したままやめてはいかんと遺留されて、現役を続行する。なお、大野国本人は、この不名誉に対して、不調の際は休場するという横綱の固定観念に、とらわれず、不成績を恐れず全力で戦ってこそ横綱であると思いの丈を明かしており、大野国としては、自分の力をこの世界で、 どこまで出せるかを試したいという入門当初の志に従った結果であるという。一場所休場した後の1990年1月場所で身体をかけるも11日目で8勝3敗と勝ち越したが翌12日目から終盤4連敗で8勝7敗。さらに先週楽の千代の富士戦では左足首の人体帯を断裂、その上骨折という大怪我を おう悲惨な結末となり、その故障が長引き4場所も連続全休した。この頃に、前述の呼吸器を使用した影響で、体が顕著にしぼみ、離れごまからは不審に思われたという。その呼吸器を使用している様子を実際に確認した、離れごまは、そんな変な器具を使ってはダメだ。勝てなければ夜眠れないのは当然だと知ったしたため、大野区には離れごまを連れて、 病院の医師に事情を説明させた。すると離れゴマは、お前、病気だったのかと納得し、その後は、離れゴマの理解を得た上で治療に励んだ。同年、11月場所で復帰するが序盤で平幕に負けるなど2敗を喫し、相撲ぶりは、決して良くなかったが、先週楽に前日優勝を決めた。 千代の富士に土をつけ、なんとか10勝5敗の2桁勝利を挙げて、引退の危機を免れた。大野国は、当時の週刊誌報道などで真面目横綱として、知られていたせいか、報道陣も大野国に対して非難する声は強くなく、日本経済新聞の夕刊コラムでは、森王外が訳したヨハン・アウグスト・ストリンドベリの、苦痛は人を清める。 悲哀は人を高めるという言葉を引用し、たかが相撲じゃないか。まだ二十八歳になったばかりの青年だ。相撲ばかりが人生じゃないが、大野国は、脇目も振らず、土俵人生の再起を目指す。再起の成否はまだわからないが、彼は一回り大きな人間に成長するに違いない。と掲載されるなど、苦しい土俵を続ける。 横綱の復活を見守る雰囲気があったと、中野緑は、文芸春秋に書いている。1991年1月場所も10勝5敗に、止まったが、必死に取り組む姿に声援を送るファンも多く、オール読み物の特集では、井上久し、石堂敏郎、畑山宏し、保坂正康、国鉄広しが、大野区には、 フレハブ住宅を組み立てる建設作業者とは異なった手作りの家を建てようとする職人のようなもの病や怪我でなかなか勝てなくても必死に取り組んでいる君の不器用な相撲人生を斧が人生と重ね合わせて記憶の底に焼き付けて声援を送っている者も,も多いなどと寄稿した同年3月場所での大野区には1989年5月以来11 場所ぶりに千秋楽まで優勝を争い、ようやく復活の兆しを見せたかに思えた。14日目に12勝1敗同士の直接対決で、北東海は大野国に寄り倒しで勝ったが、その際に膝を負傷。翌日の千秋楽北東海はまともに戦える状態でなく、もし大野国との優勝決定戦になった場合、北東海は、 どうやって戦うかずっと悩んでいたという。しかし、北東海の故障に全然気がつかなかった大野国は、前日まで4勝10敗と極度の不振だった霧島に、大相撲の末よもやの敗北で12勝3敗、またも、あと一歩で、北東海に優勝を奪われた。今度こそ、優勝をと雪辱を期すはずだった同年、五月場所は、不運にも場所前に、 放火試験による高熱と、右膝関節を痛めて、急遽入院することになり、再び全球となった。1991年7月場所は、再び身体をかけて土俵に上がることとなる。この場所が最初で最後の対決となった高花田、若花田に勝利したが、初日に、明けぼのの突っ張りに一撃で、土俵下へ吹っ飛ばされたり、 最後の相撲となった秋の島戦ではまともに引くところを見透かされ一方的に押し出されたりと8日目で4勝4敗という散々な成績だった。秋の島戦での内容が明日につながらない相撲と悟った小野国は現役引退を表明した。歴代横綱の中で28歳9ヶ月での引退は廃業した双百郎や現役中に死亡した玉の海を除けば 土地の海の28歳8ヶ月に次ぐ若さだった。毎日新聞は、妥協を許さない相撲を取り続け、格闘技の持つ真剣勝負としての相撲を楽しませてくれた力士という論評を載せ、脆さと底知れぬ強さが同居した、大野国の栄光と挫折は、全力を傾注して妥協することのない土俵態度が生み出した結果であり、勝負にかける、な,なまでの意地には、 価値があった。引退間際の横綱特有の惨めさはあったが、相撲界の受け止め方は、随分違い、何事にも真面目な横綱だった。特に勝負に対しては、潔癖すぎるほど潔癖だった。7勝7敗で千秋楽に負け越したのを見ても、わかるだろう。高花田など元気な若手が出てきて盛り上がっているが、相撲界がまともなことをファンにわかってもらうためにも、 もう少し頑張って欲しかった。という、ある親方の言葉を紹介、刀折れ、やつ来て、土俵を去ったが、大野国の姿勢は評価されるべきであると報じた。引退会見で、現役時代の思い出の一番として、稽古をつけてくれた同門の先輩である高野里に、初めて勝った相撲をあげた。この際、すでに十代柴田山から年寄り名跡を譲渡され、年寄り、 柴田山を取得していたが、10代、柴田山の定年まで10ヶ月ほどだったため、5年期限付きの、年寄り、大野国を襲名して、柴田山の定年を待った。しかし、旧金の退職後に、同門の若地氏へ年寄り名跡を一時的に課すことになり、1993年、3月場所後にようやく12代柴田山を襲名した。 引退相撲は1992年5月場所後に行われた。なお、引退相撲での横綱土俵入りの梅雨払いと、立ち持ちは、従来は、現役横綱の二人が務めていたが、同年5月場所前に一人横綱だった北斗海が、引退となり、横綱空位となっていた。そのため大野国は、同門であり、当時双子山部屋の現役幕内力士だった。 龍像杉と見杉里をそれぞれ指名し、最後の土俵入りが披露された。柴田山襲名後、しばらくは、離れ駒部屋の部屋付き親方として、後進の指導に当たっていたが、引退8年後の1999年6月に、独立して、柴田山部屋を創設。横綱、大関経験者が引退、年寄り名跡襲名後も、部屋付き親方として、 長期間在籍した後、独立、部屋創設に至ったことは、非常に珍しい。師匠の離れ駒親方同様、社会に通用する人間であれ親方としての、心情としている。地位に見合った、人徳、品格がないと力士としては、一人前とは言えないという考え方に基づき、新潟県十日町の公園舎から田んぼを借り、一から米作りを体験させることで、 体作りとともに、食べ物を粗末にしない教育をしている。目的は、弟子たちに米ができる過程にある大変さを知ってもらい、米一粒の大事さ、一粒一粒が重なって初めて、丼一杯のご飯になることを学んでほしい。それが、毎日の稽古の積み重ね、地味で、地道な練習の積み重ねが力になることに、通じるからという考えからである。 自身が農業を営んでいた実家の落農設備を新築するために両親が借り入れた約2000万円の借入金を代わりに返済し、実家の近所でも高校息子と言われていたことから農業に対する思いが強く弟子の教育に取り入れた。また、部屋の弟子たちを連れて毎年夏に故郷目室町で合宿をするのに合わせて、 老人ホームや障害者支援施設を慰問し、子供たちの心と体の健全育成を目的に、目室神社前の土俵で、柴田山杯子供相撲大会を毎年8月に実施している。相撲取りとしての理想は、穏やかで柔和な表情のもとに闘志を隠して、ここぞという時に勝負をかけると述べている。弟子には、いろいろな事情があって、 辛抱や努力をしたくてもできない人だっている。相撲取りにしても、誰でもなれるわけではない。心底から相撲取りになりたいと思っても、なれない人はたくさんいる。だから、五体満足で相撲を取れる今の自分に感謝して、前向きに一生懸命努力しなさい。全力でぶつかっていけば、自分の体にも強くなる力が入ってくる。跳ね飛ばされても恐れず、 立ち向かう姿勢が大事。と、自分が若い頃の稽古を通じて学んだ話をするという。相撲協会の業務では、観察委員や、勝負審判などを歴任した後に、2014年に、副理事に昇格、巡業部副部長、さらに広報部副部長となった。巡業で、ちゃんこが廃止されたことで巡業中における力士の、食事がおざなりとなり、 健康管理が有料されるようになったことから、巡業の職を管理する、食事係の設置も検討したことがある。2015年8月3日から始まった夏巡業では、21年ぶりに、巡業でのちゃんこ配給を復活させた。これは、相撲人気の回復によって夏巡業開催日数も、前年の9日から20日に倍増し、力士の体力負担を補うという目的もあった。 この主導にあたって柴田山は、弁当だけじゃ飽きるしね。ちゃんこは、栄養バランスもいいからと説明している。2018年2月2日の、日本相撲協会理事選挙に立候補し初当選、3月30日の、職務文書で広報部長に就任した。五月十九日午前、大相撲の、女人金制に関する、参議院文教科学委員会の参考人質疑に、 出席。公益法人として説明責任がある。女性差別をしていないと説明した。2020年1月30日の役員候補選は定員を超過しなかったため2008年以来6期12年ぶりに無投票となり、柴田山を含めた理事候補10人、副理事候補3人が全員当選し、同年3月23日の評議委員会で正式に、 理事として選任。再任後はこれまでの広報部長に加え、総合企画部長を兼務することが発表された。2020年3月、2019、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、史上初の無観客試合となった春場所で、無観客開催運営プロジェクトチームのリーダーとして、毎日各担当部署の関係者を集め、どんな些細なことも話し合い、 情報が回るように徹底した。感染者を出さないため、親方集専用の入り口を設置し、世話人が明けにを運ぶ動線も何度も、シミュレーション、タクシーの待機場所や方向など、密集による接触や混乱を回避する方法を考え抜き、大きなトラブルを防いだ。新型コロナウイルス感染拡大が広まる中、その後の対応の協議の方法としてのインターネット、 電話などの導入も進んでいないことから対応の遅れを指摘する報道もあった。広報部長である自身がインターネットを使わず電話で取材を受けていることもインターネット導入の遅れの例に出されている。勝負士官氏の死去に際しては広報部長として私としてもなんとか心の中で回復してくれという思いでいっぱいだった。うちの部屋にも同期の弟子がいるんですが、 非常に残念な思いですとコメントを残した。5月29日、7月場所の開催に関しては、まず無観客が目標と、広報部長として、見解を示した。7月30日、新弟子のスカウト活動などを念頭に、協会員の原則的な外出禁止を、7月場所後に緩和する方針を示唆した。現役時代は気真面目で、 無口な横綱という印象だったが、引退後にスポーツニュースや NHK 大相撲、中継に出演すると、実際は、話がうまく、前の海周平が上手に説明できないような、相撲内容も詳しくわかりやすい解説を披露し、人々を驚かせた。バラエティ番組出演もこなしている。最近では、講演会でも大人気で各地を飛び回っているが、 聞き手がいなくても数時間の独演をこなすなど、理論的で、わかりやすい内容が好評である。本人は、相撲の解説をするときは、相撲の面白さ、醍醐味を、多くの人にわかってもらうために、なるべく専門用語を使わない。勝った力士、負けた力士、どちらのファンが聞いても納得できるイーブンな、解説を、いつも意識しているという。師匠の離れ駒親方は、 弟子の大野国に関して、頭のいい人。若い時から一つを一回教えただけで、教えていない三つを自分で考えて実践していた。と表している。実は、機械いじりが大好きで、中学時代に、中古のポンコツバイクを入手して、自分で新しく作り替えて、実家の畑で乗り回していた。非常に真面目で優しい性格で、 横綱になっても少女にサインを頼まれた際に、最後の一人になるまでサインをしたり、パーティーでお年寄りが立っていると、すぐそばに寄って、椅子のあるところに案内するなど、師匠譲りの誠実な紳士ぶりで、女性やお年寄りにも根強い人気があった。現役時代の壮大など表入りは、定評があった。幕内入りしてからの大野国はすべて、ガチンコズモを通したとされている。 大相撲やお帳問題とは、全く無縁の人である、と当時の報道を知る大相撲ファンからは、評価されており、ガチンコ横綱と言われている。各界切手の食通で、大の甘党。男が、甘党でなぜ悪い。甘党男児は誇りを持て、を持論としている。本人曰く最近は、スイーツ王子、スイーツおじさん、スイーツ親方。 キング・オブ・スイーツなどと呼ばれるという、元祖、デブヤなどのグルメバラエティ番組に出演している。少しでも相撲を知るきっかけになって、相撲の面白さが PR できればいい、相撲取りになってみたいという若者が出てくるきっかけになればと考えているという。甘党だからといって、甘いものの過剰摂取による糖尿病とも無縁である。 むしろ血糖値が基準値より低めとのことで、教会をやめたらスイーツ評論家になりたいと、日刊スポーツで述べている。大遊部など部屋の元力士から、自身や弟子による、暴行容疑に対する訴訟を過去に二度起こされるなど、弟子育成に関しては、一部週刊誌からは、弟子に、興味のない親方という趣旨の書き立てられ方をした。ありがとうございます。